んだその荷物、配達でもしてるのか。あら、カズマさんじゃないですか。いえいえ、これは先ほど仕入れたばかりの商品です。聞いてくださいよカズマさん、これすごい魔道具なんです。おう、とりあえず聞こう。その前にカズマさんは泊まりがけのクエストに行くとき、どんなことを一番不自由だと感じますか。うちって女ばっかりだし、やっぱりトイレかな。トイレじゃなくて、キャンプ用具が重い。じゃあ食料の。はい、食料の。食料の調達。そうですよね、やっぱり食料の調達が一番大変ですよね。そこでこの魔道具の出番なんです。この魔道具は一度しか使えないのですが、食料になる生き物だけを呼び寄せてくれるんです。おお、すごいじゃないか。これ一つあるだけで一週間は食料探しに困らなくなりますよ。ウィズにしては珍しく使える魔道具を。ちょっと待って、どうかしましたか。これ一度しか使えないんだよな。はい、そうですね。それなのにどうして1週間は食料調達に困らなくて済むんだ。効果が1週間続くからに決まってるじゃないですか。その間ずっと食料になる動物を呼び続けると。はい、動物だけではなくモンスターや虫もですね。どうですか、売れると思いませんか。そうだな、確かにそういうのを必要としてる人がいそうだ。そうですよね、たくさんいますよね。明日から大忙しです。それではあと5箱ほど仕入れてきます。待て、どうしてそうなる。だってカズマさんのお墨付きが出ましたし。俺は商売のしの字も知らないんだぞ、そんな人間の言うことを鵜呑みにするな。カズマさんですから大丈夫ですよ。すみませんけど、この荷物を見ていてもらってもいいですか。すぐに戻ってきますので。だから待てって、追加で仕入れるのはこの荷物を店に運んでからにしようぜ。でも売り切れてしまうかもしれませんし。倉庫に空きはあるのか。店舗に荷物を置くなんてことになったら客が迷惑するだけだぞ。確かにそうですね。では倉庫の空きを確認してからにします。ギルドの職場の女の子がもう少しで誕生日らしいんだよ。うん、それで？で、ルナさんが清楚で可愛らしい服をプレゼントしたいらしくて、この服を俺が作ってみたんだ。本題の前にちょっといいかな。なんでそんなにテンション低いのさ。俺ってどれだけ女の子の服に対して引き出しが少ないんだって思ってさ。いや、女の子の服に詳しい男の人もどうかと思うよ。いやでも、
清楚で可愛らしい服って依頼でセーラー服を作るって何にそんなにへこんでるのかはわからないけど、これは君の国では清楚さと可愛らしさを象徴する服なんだよね。学生が着るものだし、当たらずといえども遠からずって感じだろうな。それで私に用事っていうのは？ああ、この服を着て感想を聞かせてほしいんだよ。それは相手を間違えてないかな。だって私には清楚で可愛い服なんて似合わないし。似合うって。どうしてそう言い切れるのさ。その前にお前は自分を過小評価している。そんなことはないと思うけど。いやあるね。クリスは自分が思っている以上に清楚だ。どういう部分を見てそう思ったのさ。パンツをスティールされた時の反応。あとな、可愛いところもたくさんあると思うぞ。ちょっと、そういう反応をやめてよ。こっちが恥ずかしくなるじゃない。今度は何さ。クリスがこの服を着たところを想像してる。え？ふふ。待って待って待って、今の笑いは何？もしかして変なことを想像してる？ふふふ。あー、わかったよ。着る、着るから。だから変な想像はやめて。カズマくん、ちょっと待ってよ。なんだよ。やっぱりこれって服の感想を言うのと全く関係ないよね。そうだな、確かに関係ない。だったらやる意味ないじゃない。でも制服姿のクリスを見て思っちまったんだよ。何をかな。俺の送りたかった青春がここにあるって。よくわからないけど、辛いことがいろいろあったんだね。な、頼むよクリス。俺を救うと思って少しだけこのくだらない遊びに付き合ってくれ。くだらないって自覚はあったんだ。ダメか。救うなんて言われたら断れるわけないじゃない。でもちょっとだけだよ。私がもう無理って思ったらすぐやめるからね。それで十分だ。それでカズマくんの服をちょこんと掴んでどうするんだっけ。その前にもう一度シチュエーションの説明な。シチュエーションって。ちょっとしたことで喧嘩してしまった俺たち。火はクリスにあるのだが素直に謝れない。このままでは喧嘩別れになってしまう。背中を向けて去ろうとする俺。慌てたクリスが俺の服をちょこんと掴んで言うんだ。ごめんねって。こうかな。ごめんね。そうじゃない、そうじゃないだろう。どうしてうなだれるの。自分に非があるのは分かってるんだけど、それを素直に認められない感じ。つまり照れながら、そしてちょっと不満そうに。わかった、わかったから顔近づけないでよ。おっとすまん。じゃあやるよ。照れながら、そしてちょっと不満そうにか。
あのさ、ごめんね。すごくいい。ありがとう。じゃあ次は。まだあるの？クリスは振り向かない俺に不安を覚えるんだ。そして葛藤の末に。ねえ、その説明って長くなる？俺の夢が詰まってるんだ、当然だろう。ああ、君が求めるものはなんとなくだけど分かったから説明はいいや。あとはアドリブで何とかするからさ、早く終わらせよう。なんだよ、ノリが悪いな。よくなれるわけないでしょ。わかったよ。でも俺が納得いかなかったら一言一句まで指導するからな。なんで上から目線なの？じゃあさっきからの続きな。クリスが謝りました。なんで謝るんだよ。悪いって思ってないんだろ。それに俺のこと嫌いって言ったじゃないか。それは言葉のあやというか。というかなんだよ。その言葉も含めて謝りたいの。その君との関係を終わらせたくないし。関係って俺たちはただのクラスメイトじゃないか。え、そうなの？私の中では恋人関係って設定だったんだけど。ただの友達関係だよ。これはそこからの発展を楽しめるシチュエーションなんだ。そういうことは先に言ってよ。聞かなかったのはクリスだろう。そうだったね。友達関係か。じゃあただのクラスメートか。やっぱり君にとって私はその他大勢の女子と一緒なんだね。なんだよそれ。別になんでもない。でもこれだけは覚えておいて。私にとって君はその他大勢の男子と一緒じゃないよ。え、何？どうしたの？おま天使。怖いから泣かないでくれるかな。そう、俺はこんな青春を送りたかったんだ。夢を叶えられたようでよかったよ。じゃあ服を脱いでくるね。まだだ。まだ何かあるの？好きって言われたいな。気持ち悪いからもじもじしないでよ。あと好きっていうのは無理だから。そこをなんとか。無理なものは無理なの。どうしてもか。どうしても。そっか、わかった。俺を過去から救い出せるのはクリスだけなのに。俺を過去から救い出せるのはクリスだけなのに。2回言わなくていいから。俺を過去から救い出せるのは。ああ、もうわかった、わかったよ。やればいいんでしょ。その代わりこれで終わりだからね。まだあるはなしだよ。おう、わかった。あ、でも一つだけ要望を出させてくれ。変なのはなしだからね。せっかくメガネをかけてるんだからさ、清掃に頼む。清掃ね。無理そうか。いや大丈夫、なんとかなると思う。じゃあ行くよ。
おう、どんと来い。カズマさん。え？好きです。心の底からあなたを愛しています。あれ、反応なし。もしかして求めてるのと違った？やっぱり私にはこういうの向いてないみたい。期待を裏切っちゃってごめんね。最高だ。え？最高だ！満足してもらえたみたいでよかったよ。ちょっと悪っぽいけど、可愛い服というオーダーで服を生成してみたんだけどさ。ユンユンに試着を頼みたいんだ。着てみてくれる？これはどういった服なんでしょう？俺の故郷で学生が着る服なんだよ。学生の？それでしたら構いませんよ。ありがとう。でさ、もう一つリクエストがあって、ちょっと着崩してほしいんだ。え？着崩す？そう、スカートを短くして、それから あのそういうのはちょっと恥ずかしいです。着るだけじゃダメなんですか？ユンユン、ファッションを知ることはとても大切なことなんだぞ。そうなんですか？例えばそうだな、ユンユンが誰かと一緒に歩いていたとしよう。その相手がボロボロの服を着ていたら、ユンユンはどう思う？その人がお友達なら、いえ、知り合いでもいいんですが、そういう服が好きなんだなって頑張って受け入れます。うん、ユンユンならそう考えるって思ってた。でも普通の人は違うんだよ。ユンユンだって友達と一緒にいるときに汚い格好をしたくないだろ。そこは悩むところじゃないからな。友達がいないなら無理にでもいいから想像してみてくれ。友達はいますよ。でもどの友達で考えるか悩んでいただけです。うん、それでいいから早く想像してくれ。そうですね、友達といるときは汚い格好はしないと思います。相手が嫌がるでしょうし、恥をかかせることにもなりますので。そう、ファッションっていうのは自分のためでもあり、相手のためでもあるんだ。なるほど、確かにファッションについても勉強することも大切ですね。よし、その第一歩だ。まずはこの服でファッションについて勉強してみよう。はい、わかりました。ユンユン、こっち。これすぐに止んでくれるかな。あのカズマさん、ごめんなさい。何が？服が濡れちゃいました。それはユンユンのせいじゃないだろ。でもそれよりも寒くないか？はい、大丈夫です。雨が止まないようなら濡れるのを覚悟で帰った方がいいかもな。カズマさん、一つお聞きしてもよいでしょうか？どうしてこの格好で外に？なあ、
ちょっと悪っぽいけど可愛い服っていうオーダーで作ったんだけどさ、可愛いは一目でわかるけど悪っぽいっていうのはよくわからないから周りの反応を見てみたかったんだ。なるほど、そういう理由だったんですね。ユンユンは着てみてこの服どう思う？シンプルで可愛いと思います。でもやっぱり悪っぽいというのはよくわかりません。そもそも悪っぽいというのはどういうことなんでしょう？俺の世界ではこうやって服を着崩すのを悪っぽいというよりギャルっぽいって言うんだよ。はあ、ギャルっぽいですか。小悪魔的って言えば伝わるかな。悪魔は嫌です。はあ、早く止まないかな。私の顔に何かついていますか？あ、別に何も。顔が赤いですよ。いや、これは。あ、もしかして風邪を？顔くらいは拭いた方がいいかもしれませんね。あ、でも拭けるものが何もありません。おお、俺は大丈夫だから。拭けるもの、拭けるもの。この服を汚すわけにはいかないし、どうしよう。学生さんが着る服って言ってたじゃないですか。ああ、それがどうかしたか。ただ、学生時代のカズマさんってどんな感じだったのかなって。学生時代の俺？はい、学生時代のカズマさんです。悲しくなるから聞かないで。え、もしかしてカズマさんもお友達が？だから聞かないで。大丈夫ですよ。だって今は一人じゃないですもん。めぐみんだって、アクアさんだって、ダクネスさんだっているじゃないですか。それに わた話が。あのですね、じっと見られるのは困ります。お、俺そんなに凝視してた？はい、じーっと。
ますよ。結婚した店のお得意さんに贈り物をしたいんだろう。はい、そうなんです。でも何を贈ったら喜ばれるかがわからなくて。そこでこういうものを作ってみたんだけど、どうかな。まあ、これはエプロンですね。とても素敵だと思います。そっか、それならよかった。で、納品する前にウィズに試着してほしいんだ。構いませんよ。後ろで紐を結ぶタイプですね。でしたらこうやって。違う、ウィズ、それは違う。服を脱いでから来てくれ。どうしてですか。エプロンって服の上から着るものですよね。それがさ、ウィズ、新婚さんに限っては地肌に着ることもあるんだよ。それってどこの慣習ですか。申し訳ありませんが、さすがにそのような着方はちょっと。肌触りは最高だぞ。すべすべして気持ちいいですね。これなら素肌の上に着てもいいかもしれません。いえ、着ませんよ。じゃあ裏で着替えてきますので。着ませんからね。確かに恥ずかしいよな。でしたら。でもな、そういう困難を乗り越えないと客が喜ぶものは作れないと思うんだ。え？ウィズだって客商売をしてるんだ、わかるだろう。あのカズマさん、じりじりにじり寄ってくるのをやめてくれませんか。さあ来てくれウィズ。全てはお客様の笑顔のために。返事は？はい。これでいいですか。なるほど、うん、なるほどね。そうか、そういうことか。あの、何がなるほどでそういうことなんでしょう。なるほど、だからなるほどでそういうこと、だからそういうことなんだ。あの、それよりお聞きしたいことがありまして。なんで？なぜこの場所で、しかもこの格好でお茶を運ばなければいけないのでしょう。男は女性に尽くされるとすごく嬉しいんだ。それが大好きな女性ならなおさらだし、しかも自分にしか見せてくれないような格好なら、それはもう天にも昇るような心地になるんだよ。はあ、この格好をする理由はなんとなくですけど、わかりました。それでどうしてここで。それは、そうだな。いませんか。考えてない、考えてない。ここでやる理由だろ。絶対に考えていますよね。ああ、そうだ、動きやすさを確認するためだ。それを実際に新婚さんがやる行動で確認したかったんだよ。それが
この球児だと？そうそう、そういうこと。球児ならここではなく、お店の奥でもいいのでは。お店の奥で？その格好のウィズと二人きり？え？バニルっているのかな？ここでいいです。この島、それで私はどうすれば。まずは普通にお茶を運んでくれるか？こうですか？悪くないんだけど、新婚感が足りないかな。着心地を確認するだけなんですから、そういう雰囲気は必要ないかと。ウィズは分かってない。何も分かってない。そういう気持ちにならないと怒らない体の動きっていうのがあるはずなんだよ。俺はそういう細かなところまでしっかりとフォローしたいんだ。わかりました。でも何をしたらいいのかわからないので、指示をいただけると助かります。まず俺をあなたって呼んでくれ。わかりました。あなた、お茶が入りましたよ。次は恥ずかしそうに。もうさっきからどこを見てるんですかって。もうさっきからどこを見てるんですか。最後に耳元でささやきながら、こんな格好を見せられるのはあなたにだけなんですからねって。こんな格好を見せられるのはあなたにだけなんですからね。すごくいい。ありがとうございます。じゃあ次は。あの、これは着心地の確認なんですよね。でしたら新婚さんの雰囲気を出しての確認はこれくらいでいいのでは。そう？そうですよ。じゃあ着心地を教えてくれるか。ようやく本題に入れますね。布の触り心地はとてもいいと思います。実際に動いてみての感想はどうだ。それがですね、糸の縫い目が肌に擦れて少し痛いです。へえ、どの部分が当たる。胸ん？どこだって？肩のところでしょうか。ああ、胸ね。分かってたなら聞き直さないでくださいよ。じゃあこれが最後の確認なんだけど。まだ何かあるんですか？今ってエプロンの下に何か着てるの？え？いやさ、俺の角度から見るとエプロンの下には何も。着てます。ちゃんと着てますから。本当に？本当です。だからそんな目で見ないでください。なんだ？私だって怒るときは怒るんですよ。怒った顔も可愛いと思うぞ。もうからかわないでください。
まり。よう、ユンユン。あ、カズマさん。こんなところで何やってるんだ。さっき赤巻きとか言ってたけど。あ、はい、早口言葉の練習をしていたんです。でも上手に言えなくて。もしかしてそれってめぐみんと勝負するために？早口言葉は何度か勝負してるんですけど、一度も勝てたことなくて。あの、つかぬことをお伺いしますが、めぐみんって普段早口言葉の練習をしていたりしますか？そういうのは見たことないし、あいつが爆裂魔法以外のことで時間を使ったりしないと思うな。そうですよね。だったらどうしてあんなに上手なんだろう。あいつ練習してるかも。それって私との勝負に備えて？いや、そうじゃなくて、爆裂魔法のためにだよ。え？爆裂魔法と早口言葉って何か関係があるんですか？ほら、あいつって無駄にかっこいい英勝文言うだろ。そうですね。あいつにとっては見せ場なわけだし、噛まないように練習しててもおかしくないかなって。なるほど、めぐみんならやりかねませんね。もしそうなら、ユンユンも相当練習しないと勝てないと思うぞ。あいつは爆裂魔法が絡むととんでもない集中力を発揮するからさ。私どうしたらめぐみんに勝てるようになるんでしょうか。欲を捨てればいいんじゃないか。ですか？ユンユンはいつもめぐみんに勝ちたいって気持ちで勝負に挑んでるんだろ。はい、それはもちろん。それが原因だと思うんだよな。勝ちたいって思うことはダメなことなんでしょうか？勝ちたい勝ちたいと思っていると冷静さを見失っちゃうじゃん。なるほど、それは確かに。心はホットに、頭はクールに、まずこれを心がけるべきだと思うぞ。わかりました。次の勝負で実践してみます。おう、頑張れ。よし、絶対にめぐみんに勝つわよ。さすがにしんどいな。連日バイトばかりでは。体を動かすのは好きだが、なかなか辛いものがある。カズマカズマ、私にはもう歩く体力も残されていませんので、この家で爆裂魔法を打てるように環境を整えてください。無茶言うな。ねえカズマ、聞いて聞いて、私にいい考えがあるの。ちょっと無視しないでよ。無視をしているんじゃない、発言による体力の浪費を抑えているんだ。はあ、何よそれ。それでいい考えってなんだよ。くだらないことだったら即却下するからな。私ね、疲れてるときは。よし、却下だ。まだ言ってる途中じゃない。どうせろくなことじゃないだろう。カズマ、少しくらいは聞いてあげたらどうですか。耳を使うだけなら体力を使わないでしょう。こ
こいつとの会話は神経を疲弊させるんだ。それもプレイだと思えばいいだろう。お前のそういう発言も俺を疲弊させてるって気づけよ。それでアクア、疲れてる時は何なんです？みんな毎日のバイトで疲れが溜まってるでしょ。こういう時にすべきことはやっぱりストレスの発散だと思うのよね。なるほど。つまりみんなで爆裂魔法を打ちに行くべきだと、そう言いたいのですね。そうじゃないわ。素で返さないでください。悲しくなります。今の私たちに必要なのはストレスの発散。その方法はズバリ宴会よ。なるほど、確かにそれはいいアイデアかもしれないな。宴会ならみんなでハメを外せますしね。あ、でもお金がないのは重々承知してるわ。でもこのままだと体よりも心が疲弊してしまうと思うのよね。それはとても危険なんじゃないかしら。まあお前のアイデアは評価するよ。俺だってたまには息抜きしたいしな。でしょでしょ。だが今は少しでも浪費を抑えるべきだろう。いざという時にお金が足りなくなったら大変ですしね。そんな。